ールとか FM とかのイベント機体の設計図販売はなかったですね。ちょっと衝動は護衛によりになっちゃうな、これ。昔ジュンジさん、大発売って言い続けてましたね。今、砂漠でカッス登場してたよ。こんばんは。こんばんは。なんか徐々に階級上がってきてる。スエフとか DD はまだいけますよ。ああ、そうっすか。じゃあこっちで初動用に、うん、え、私は格闘で移動しないよ。初動で終わんないといいけどな。ちょっとね、せっかくの歩兵戦をね、展開したい。指定出撃ってなくなったんですかね。どうでしょう、またイベントすぐやると思いますよ。新機体に一体入手してないねんの。新機体に関しては、YouTube に動画が出てるよ。もう、素晴らしい機体を手に入れたよ。超強い機体さ。さあ行こう。 GP 必要だね。 GP 大事だわ。出撃する機体を選択してください。ゼータが30周年ですが、当時は何をなさってました？ゼータが30周年。そうなんですね。僕は生まれてなかったね。17歳ですから。僕ガンダム初めて見たのエイジですから。ガンダムエイジ。だからわかんないです、ファーストとか言われても。ゴーヤだからさ。さあ行きましょう。まだ床はな。嘘つけ笑い。守りがあれが17回設定言ってるんですか。しょう。わあ、引っかかるなこれ。17歳で子供に見えるんか。あの一定数の人が。デスの人がハムスベーカーちょっと好き。死んだ。死なない。システムダウンの時間だったかな。いや違う違う違う、ちょっと削ったんじゃね。お子さん2人分の出撃する機体を選択してください。ちょっと削ったよね。あー、空中安定。
ちょっとひよって回復に見せてもらおうか、前方のモビルスーツの性能とやらを。拠点を制圧しました。フレッピーがいないって幸せな戦場だね。いやマジで本当に大丈夫だ、修理は任せておけ。こんばんは。はい、こんばんは。いや本当にフレッピーがいないのありがたいです。ウェルカムトゥーシビちゃん、ようこそ。身寄りのない子供を引き取っているんです。どんどん話が広がってくな。回収を迅速に行う。4000座のビデオ代火力が気がしてるんですが。そうなの。あ、外した。ブレイクディアンス。あ、確かにそうかも。その片鱗が見えた。溶けてる。まだまだ。行きますね。いい調子。お、場所がいまいちだな。今のゲロビが大型アップデートしてましたね。17歳で2人も産んだんですか。そうなんですよ。まだまだ。外したですって。外したらして、うん、外しすぎですね。まあいけんの。チャージミウェアってどこなんだろうな。いけ。まだまだ。行きますよ。ギリギリズムです。B 割りてえな。こんばんは。はい、こんばんは。ああ割れる、 C が割れる。お、これノーマルだっけ。さっきノーマルにしたっけ。忘れてた。確かノーマルだよ。一体どういうつもりで。やるようになったな。いやだけどね、ブログにもう書いて、あのブログに第一印象という形で記事書きましたんで見てください。ぜひ。見えてるよ。はい、こんばんは。Yes。 いろいろやっていこうぜ、せっかくだからね、お祭りじゃ。
背筋を伸ばして出直してこいって。背筋を伸ばして、背筋を正して。ニューキタイはあんな感じさ。うん、どうでしょうね。まだなんとも言えないな。まだ断言できない。何もドズルさん、お仕事してます。お、ありがとう。ドズルさんがこんなに生き生きしてる、涙が出そうだわ。また取らん、取ってもあんまりメリットがないからこっちに。ちくしょう、お前いなければダブルキルできた可能性が。じゃあ今度はこっちを出しましょう。抜けろ、抜けたらブルーディスティニーが見てや、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 出てこ、見てじゃねえ、これダメかな。出た、よし、こっちでや。スカイステ運用動かします。玉狩りしましたよ。これはあえて地上行った方がこけない、こけないのだ。スカイシューでしたね、やっぱ。俺はもう帰らない。ペイルライダーがいた。こいつも即盾が発動するから、キル確定アクシスト、そうすると1個プラスになるんです。あー、 Y 殴られてる、いかん、絶対あかん。あとでも直後はいろんな機体が見れて面白いね。確かに、そのうち。見て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 、それ連邦の補給官。外したー、生き残って外した、死んだ。ちくしょう、あそこで一発持っていたかったね。チャージ中盾発動してくれよー。チャージ組ブラフね、イメージなんだよなー。でもあれはやばい、やばーい。こんばんは。いけ。ジュク。疲れちゃん。あ、B 割れる。勇者、あ、俺も行こう。いけねえ、だけどいける機体がねえ。あ、ローマン来た。素晴らしい。B 一つ、グッジョブ。
YouTube を見てくれ。あんな期待が当たってるんだよ。まさかあの期待が私の手に来るとは。ビートツグッジョブですわ。徐々に階級上がってきたでしょ。徐々に階級が上がってきたから、多分これレーティング結構、うん、毎試合変わってるんだと思うよ。そんな気がする。そんな気がしてならない。これだってレーティングはベースにでしょ。毎試合上下すると思うんだな。だって今回階級高くなってくる。いや、次さらに階級が高ければ。ちょっと、こんばんは。まさかあの期待が、うん、ちょっと変えようか。いやー、こいつなー、チャージミムやるのもっとしっかり当てなきゃダメね。うん、命中率低すぎ笑えない。あれは低すぎるね。いやー、ブルーディスニーはその代わり使えそう。そう思うとチャージビームライフルにこだわらずに、意外と、まあ、そうするとグループアップ、重いからな。先行型ゲルググはほら、これよりも2200ダメージが高いしな。同じビームションでね、難しいな。まさかこの機体が、ちょっと銃撃と他混ぜてみようか。じゃあ今回はフリッパー要望が非常にさっきからちょこちょこ、じゃあ行くぜフリッパー。そうなるとフリッパーだとオールラウンダーになりますな。だけどこれは微妙だな。2機ワントップはこの子超安定か、こいつかケンプファーがワントップは安定ですな。さあ、最強のジオン軍最強の機体ゲルグーキャノン。いや、もう私はそうとしか思えない。ゲルキャやばい。ようこそ。たまに節目でやりましょう。節目でね。ギガンかな。こいつかザック2砲撃、どっちか。オールラウンダー。これで一番来てほしいマップはそこ、北極基地バトルエリア。ドムキャノンは先週散々使ったんだ。マジ先週散々使ったわ。できてみる。いや、だけどお金たまんなくなったな。お金たまんなくなったのよこれ。GP たまんなくね。入れガチャでテンプ当たったんですね。わらセイコストップ界のヒルギさんに発注ですね。わかった。今後やるような時は生放送はブログに極力書くようにします。決まってたね。
北極バトルエアの方がいいんだけどな。ここね、ギガン微妙なんですよ。ここは結構微妙。こっちかな。そうか、ダウンしない雑魚のグレーデン強くね。ここギガン微妙なんですよ。スイフ持ってるよ。グレネードスロワコッパミジンがいたんだけど、そこは私の距離だ。やべえ、コッパミジン欲しいみじん欲しい。いいね。グレーデンの2倍も強化されたんだって。スイフ分が良くなったらしいですよ。シミュレーターを起動します。今回のミッションに勝利すると特別報酬が。あ、ブーチャーが終わった。称号面白いよね。コッパみじん欲しいわ。はい、こんばんは。さっき一番やりにしてたけど変えた。名前の上とかに出てほしいよね、称号ね。対戦するぞ。マイスターはいたよね。ガンダムマイスター。ナハトいないでしょね。ナハトいないでしょ。あれだけ聞いた。ナハトが全くいないよ。やらせば全部。緑のビームが飛び交っちゃうぞ。ピグサンブここ場所悪いな。こけたんですけど、なんぞ、なぜこけた。あー、 D2 か。癒します。修理します。ガンダムのエクサを送って。アイマス、アイマスに似てる。外したバターの追加です。エース餌だよ。ほらみんな餌だよ、お食べ。シルジさんは僕のエクサですね。あ、間違えた間違えた。どうでもいいところにエア AED をしてしまった。エア AED 俺には敵が見えた。私には味方が見えた。それは取るしかない。てぇ、餌だよ。ポチッとな。エレガントに回収いたしましょう。ジーリを任せて。ありがとう。
餌を食え。金しりみたかったさ、もう完全にピンポイントすぎでしょそれ。どう考えても。うお、今燃えたの本当に一瞬になったね。今一瞬すぎない？燃えたの本当に一瞬で終わったよ。死体がないんだけど、ほらみんな適度に死んでよ、死んで。え、リペはエクサ。ワンチャン行くぜ。落ちたな。あ、死んだ。ダメだった。ダメでござった。これかな。道具にもバトルエリア追加すりゃいいのに、なんでやらないのか。なんか戦慄みたいになってるけど、この子は速くなってないね。一発で死んだ。背筋を正して出直してこい。この子は速くなってない。むしろ他銃撃が速くなったから遅く感じるわ。銃撃が速くなったからね、遅く感じるでしょ。どうしようかな。へへへへへ。あー、今の6発ミサイルだ。じゃない、ペズンドワッチ。なくなったと思う。あっ、ペズンドワッチのミサイル、これか。初めてかもしれない。太鼓持ち、太鼓持ち。おお、ずれたな。あ、死んだ、やばい。あかんね、死んじゃいやん。あー、最悪。そう、D 角で後ろに下がるという素敵仕様。ちょっと F 予想したね。道具にもバトルエリア設置すればいいの。なんでそんなバトルエリアに消極的なのか。
おお、ギラ動画。あれか、袖付き6発ミサイル。オーバーヒートしてるの俺は見逃さない。一応ダメージあるんでしょ俺。あ、そうか、行って焦げたし回避はない、ないんだ。もったいねー、今いけたと思うんだけど、しこけ割れた。いつの間に出撃する地点を選択してください。ダメ、見られてるね。通常核はダメージあって、D 核はダメージないみたいです。あ、D 核ダメージなしなんだ。出撃する地点を選択してください。拠点をいただきました。2段で動けんのね。ダメージなしか。ブーストそれにしては消費しすぎだろあれ、いくらなんでも。ああ、悲しみ。金じゃないとジオンでは作る意味があんまないかな。っていう感じですね。他に有用な機体がいるから別に。他に有用な機体がいるんで結局ねって感じですね。さあ餌付けたい。だけど、あれですよね、支援機使うと眠くなるもんね。失礼して、支援機やってると眠くなっちまう。死体をよこせ、適度な距離。さあ死んでいいぞ。そうだ、それを待ってた。さあ適度に死ぬんだ。ギラ動画、ギラ動画です。あれは死んだな。そうだ、あ、溶けた。
はプロボタが活躍しましたね。新レンズとかこの比較的側は行って、自分が機体になればいいんじゃないわら、外した。中短パンの高さいるからだ。リクエスト。あれは見たなってわら。解けた。リクエストですよ。あ、やべ。はい、こんばんは。だけどあれだよね、やっぱり結構体力あるね。あとちょっとだった。結構体力あったね。いったかなと思ったんだけど、これ夜勤。お疲れ様です。コンテナを回収しました。を外すのを機体に言われると恥ずかしく感じる。なるほど、我々バトルエリアが欲しいよ。何度も言いますけど、電話検査使いましょう。早いね、意外と。 FPS 上がんな。相変わらず。なぜ2キルって出たのか、なぜ2キルって出たのか、2人倒したのか。今外して、惜しい、刺ったけど、硬かったね、意外と。よいしょ、甘いよ。格闘が見えている。FPS 激落ち。ちょっと落ちすぎじゃね。30ゆうゆうゆう落ちすぎ。FPS 落ちすぎじゃね。30はちょっとやめてください。38、なんで落ちていくの。え、これなんでこんなに落ちていくの。おい、30台はちょっとやばいよ。僕10代だから。ちょっと重すぎる、やばい。ブラザーを、非ブラザー落とし。ブラザー落とし。これで少しは、ちょっと設定下げっか。30代はね、ちょっと。半分にしよう。あんま変わんないんだよね、これね。下げて。いって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 。おい、なんでこけてんの？おい、今のこける理由がわからなーい。今のこける理由が僕にはわからない。お、ちょっと水。
なんか GP02 こけるね。やっぱでかいからかな。復活はね、もう出しちゃったんだよね。出撃する地点を選択してください。当てちすぎる、わらわら。なんで動いたのか。2号室受けてばっかですね。あ、勝ってたよ。入れ場所回しました。ガチャは YouTube 参照。ちょっとこけるなぁ。ちょっとこけるんだよね。あと FPS が激落ちしすぎ。あれも残念。次は誰かが光でお願いします。ダン。ドムトロはないよ。機体としてないな。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。アッパイオン先生とかどうですか。わら、みんな無茶ぶりをする。おお、痛い。いい機体だな。面白いな。あ、適度に死んでくれない。おお、敵だらけ。これ赤いやつだ。ケープは使わない。ケープは使わないと思う。多分。そう、いや、うん、2機は必要ないんじゃないかな。いや、まあ、使えなくもないけど。ちょっときつかったね。個人評価の報告です。FPS が下がりすぎた。なんでだろう。次の試合は横綱と呼ばれし俺で決まりだな。わら、水泳でお願いします。ホブより報酬が届きました。開封するコンテナを選択してください。キンキの浴衣を華麗にスルーする原因は飾りわら。やっぱすごいでしょ。わら、あれやられるの待ってたんだやられるもんだと思ってたんだ。仕事が どうしようかな。まあ大体使ったんだよね。レンタル機はね。